金、成功、ドーパミン的幸福が得られない場合の対処法。精神科医カバサーショーのカバチャンネル、今日は伊豆高原の桜のトンネルからお届けしています。今日は質問いただきました。マッキーさん、58歳女性。カバサー先生こんにちは。いつも時代の波に乗りかつ普遍的なテーマの本ありがとうございます。さて質問です。3つの幸福に関して、上位のドーパミン的な幸福が得られない時には下位のオキシトシン的幸福を追求しますか。それについての答えは3つの幸福の最後にっていうところに書かれてるんですけども、ドーパミン的な幸福が得られないっていう人はいないんですよね。プチ幸福でもいいわけです。何度も言ってますけど、プチ幸福でもいいんですね。だから日々の生活の中でドーパミン的なプチ幸福って絶対あるはずなんですよ。何か目標を設定して達成すればドーパミン的な幸福なんですね。例えば仕事でトゥードゥーリスト5個書いて、今日5つのことをやるぞって言って5個全部達成されたら、やったーって言って、それでドーパミン的な幸福になるわけですね。なのでもっとその小さな幸福っていうものをちゃんと発見しようよっていうのが3つの幸福の重要なテーマの一つだったわけなので、ドーパミン的幸福が得られないっていうことはありえないです。普通の日本で文化的な生活をしているね人の場合において、何がしかのそんな小さなものでもいいので、達成とかね、そういったものっていうのは必ずあるはずなんですね。なんでそこを発見していくってことですね。何度も言ってるんですけども、小さな幸福を発見できない人は大きな幸福が来た時にも気づかないし、大きなチャンスが来た時にもそれを得ることもできないし、幸福が何だかわからないので、幸福になっていても幸せだと感じられないという悪循環に陥ってきます。だからとにかく小さな幸福、小さなこのプチ幸福というものに気づくというところが全ての幸福の始まりですね。3つの幸福の最後にっていうところに書いたんですけど、この小さな三角でいいので、セロトニン、オキシトシン、ドーパミンの三角形、小さな三角形でいいのでまず作るってことが重要です。だからセロトニンの健康とオキシトシンとドーパミンの幸福、プチドーパミン的な成功でいいので、そういったものでいいので、小さな三角形を作っていくということを意識してほしいんですね。それを少しずつ大きくしていけばいいので、だからセロトニンでオキシトシンでドーパミンで、そしたらまたセロトニンを大きくしていくとオキシトシンもドーパミンも回るようになっていくという、そういう循環ですよね。なのでそういうことを含めると、まず小さな三角形を作りましょうっていうのを言いたいです。小さいながらも健康であり、ささやかながらも人でつながり、ちょっとした達成や成功、小さな成功でいいので、そういったものを得ているっていうことですね。それをちゃんと発見しやすくするための方法として、ポジティブ産業日記っていうのがいいですよっていうことをね、お伝えしていましたので、ポジティブ産業日記を書くことで、そういう日常にある小さな幸福っていうのも発見できて、小さな三角形っていうものを作っていくことができると思いますので、皆さんね、二者択一とかそういう質問が多いんですよね。ドーパミン的幸福が得られなければセロトニン的幸福ですかとか、お金と愛とどちらが重要ですかとかね、そんなものではないんです。3つの幸福は、全ての幸福が手に入るんです。全ての人が今すぐ全ての幸福が手に入るんですね。皆さん持ってるので、もうすでに。なので考え方とか見方とか、それをちゃんと発見する能力とか、観察力とか、感じ方とか、あと自己洞察、自分自身を見つめて自分自身と語り合っていくという、そういうプロセスさえあれば、誰でも3つの幸福を手に入れることができるということなので、もっとですね、自分自身の日頃の行動、日頃のいろいろなささやかな生活の中に小さなドーパミン的な幸福がないのかどうか、もう一度よく観察してほしいなと思います。